はい、だいぶ近づきました。あと 5.5 キロぐらいですね。富士山がまた見えてきました。富士山はいいね。まあ、それよりも目的のとことはじゃ違う神社向かってますね。本当は、船津胎内樹景って言ったかなっていうのを見たかったんですけども、間違ってですね、胎内神社、静岡県のね御殿場のこっちのにもあるんですよ。でそっちに来ちゃいました。まあこっちはね安産祈願なんで、ちょっと安産とあんまり関係ないんですけどね。とりあえずライディングクラブ、あ馬だ、乗ってみたいね。とりあえずもう来ちゃったんで、向かってます。本当はね胎内樹景の方行きたかったんですね。妙に遠いなとは思ったんだよな。富士山スカイラインからね近くのはずだったんですもんね。まあしょうがない、まあ、こちゃこちゃでいいことがあるでしょう。まあ胎内樹景はまたね別の機会ということで、練習場だ。あ、自衛隊の人がいる。こっち見てる。それ見るわな。何しに来たんだと思うんでしょうね。富士山胎内成功院、これか。胎内成功院見えますか。ちょっと触って。向かってましたね。これね。富士山五体内か、五体内成功園か。はい、降りました。富士山御胎内成功園、どういうこと？よし、では行きましょう。まず神社、野生の鹿が出てますね。神社はどっち？とりあえず神社お参りして、全部で 1.7 キロぐらい、30何分だそうです。はあ、神社入り口って近いな。これ、あ、神社じゃない、大変。山荘だ。間違った。よいしょ、あ、あそこに見える見える。見えますね。着きました、大内神社さん。ありがとうございます。おはようございます。お、下柱これ。入るのはいいけど、ちょっと一人は怖いな。行くか。あれ？なんかヘルメット貸してくれるって言ってなかった？行きますか。一応ね、懐中電灯を持ってしました。よいしょ、よいしょ。あ、本当だ、暗い。
あ、本当だ、暗い。はあ。やだね、これね。富士の演習ですよね。はあ。小腸部。大腸部。あ、つらら。確かに暗いよ。ちょっと待って、あ、つららできてる。つらら、つらら。暗い、確かに暗い。行きますか。う、確かにこれ、これは確かに膝をつかないといけない。あ、いた。あれ、なんか人の声が聞こえる。抜けた、抜けた。あ、サンゴ石、サンゴ石通りました。いや、何、声が聞こえてる。どっから聞こえてるの、上から聞こえてるの。暗くてわかんないですよね。よいしょ、行くか。わ、膝汚れた、膝汚れた。まあ、しょうがない。よいしょ、見て。よいしょ。さあ、さあ、ここを登ってきます。よいしょ。昔、なんだっけ、川口探検隊でしたっけ、山口探検隊、川口探検隊。母の肋骨、安座。あ、確かに肋骨っぽく見えるね。順路、順路。あ、確かに肋骨っぽい。水がある。いて。コツ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 プス。あ、ここが。うわ、これはちょっとズボン、ジーパンが汚れる。しょうがないか。これ。雨具の下持ってきたんだよな。これは厳しい。うう、ズボンが濡れた。はい、うら、こんなとこでした。頭ぶつけるわ。なんか、まあ、やっててからで。よし、次行こう。よし、出口見えてきた。よし、出口、出口、出口。はあ。
砲？大砲ってんの？何も大砲撃ってんのかな。よいしょ。ああ。いや。よいしょ。よいしょ。出てきた。出てきた。ああ。ちょっと待って。ああ、出てきた。ああ、出口。じゃないよね。あ、出てきた。いやー、ズボンがこんなになっちゃう。こっちももう汚い靴履いてきてよかった。いやでも楽しかった。お地蔵さん？お地蔵さんが祀られてる。はあ、あらあら、苔むい。あれ、ここにも穴がある。え、何これ。ここにも穴がある。まあ、用があそこにもね。ああ、お地蔵さん、苔むしちゃって、掃除してあげればいいのにね。はあ、よし。ちょっと疲れちゃった。疲れちゃったな。よいしょ。よいしょ。携帯大丈夫ね。なくなってないね。もうさ、このままちょっと散歩するか。いや、寒いか。トイレある。トイレ借りよう。よし、ちょっと行ってみようか。でもさっきの人の声って何だったんだろう。誰もいないですもんね。いや、夫婦で、男女ですよ。夫婦で話してるような感じでしたよね。あそこに誰か住んでんのかな。え、誰もいない。なんか小銃みたいの撃ってますね。聞こえますか。聞こえる。タン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 。よし、行こう。こっちにもある。不動穴。めっちゃダメの印ですかね。なんだ、不動穴。何このキャンプ遊びって。キャンプ遊びって何？ちょっと待って。あ、そういうことか。え？お地蔵さんがいるの？お地蔵さんじゃないね。なんかだね。これが釜の跡なんですね。くすみ釜。あ、いや、そういうことか。そう。
で家を作ってたんだ。それの後なんだ。出口どっちだか分かんなくなっちゃったな。え？こっちだろうな。大丈夫でしたけど、膝がそんな汚れる。汚さないで帰ってこい。いや、最後のあの、なんて言うんですか。一番最後の。一番最後。これはちょっと、きついですね。きついです。ここですよね。ここですよね。そう、ここですね。そうですね。三段登らなきゃいけないの、ね。あとあの、なんか下、どうしても、ね、邪魔、何だり、何、砂利、あの、玉砂利。玉砂利が引いてあるみたいな。どうしても、ね。あそこは、結局ね、天然記念物なんですけれども、結局水が上から来るので、ね、ちょっと、皆さん、水が溜まる、ね、とこもありましたよね。玉砂利を引いとかないと。ああ、ね。そう、そのための玉砂利なんですよね。ちょっとこう浮かせるじゃないんだけど、そのままだともうべちゃべちゃ。でも、ところどころ水溜まりありましたね。あります。どうしてもね。ですよね。はい、あ。上からどうしてもね。で、すいません、ごめんなさい。あのね。はい。どこだっかな。このね、はい、これがどこから出てきたのかわかんないので、いいですね、すいません。大した気にしないで。ちょっと片付けてください。じゃあ、こちらの方ですね。豆みたいですね。うん、これお腹の中。お腹の中ですね。で、今度どこ行かれるんですか？このまま帰ります。4時間に合うかな。あのね、どっちの方戻ります？東京方面。あと、向こうへ戻られますか。いや、本当はあの、体内受刑ってスカイラインのところにあるんですよ。富士スカイライン。降りてきて、ね、もっと図工。向こうですね。向こうにも行きたかったんですけど、うんうん、ちょっと時間がないんで間に合わないなと思って。そうですね。あとはもう本当に、近くですと、まあ、富士山の、はい、東口もそうなんですけど、はい、どっちもあります？東京だから、やっぱり、東名の方行こう。東名の方行こうかなと。ね、来た時は、中央で来たんで、うん、帰りは東名で帰ろうかな。ああ、そうか、はい。中央で来た時にね、東口寄ればよかったです、ね。東口？うん、本宮っていう、須走の、須走、ちょうど、去年の9月に、うん、ここ、浅間神社、ここ。あ、行きました、そこ。行きました。去年の9月かな。うん、9月ご支援もらってきて。なんか、あれ、神玉ってですか？神、なんていうのかな。神玉、ヒノキかなんかで作った、あれですね。あれを集めに5箇所、回ったんですよ。あれ。じゃあ、この近くだと、あとね、神馬山神社は？神馬山神社。うん、ハサミの。こういう本があるんですか？これはね、こういう本なんですけど、静岡県のね、吾妻神社、今日お休みだっていうことなので、ハサミのね、神馬山神社。悪縁を断ち切るっていう、はい、そういう神社です。悪縁ばっかりだからなぁ。何言ってんですか、神馬山神社って、ね、一気に断ち切っちゃおうかな、じゃあ。でもね、間に合えば、あれですね。でも、4時半とか5時ぐらいまでしかやってないですよね。そうです。でも、この道をね、今ね、4時ちょっと前なんですけど、これをね、ちょっと下っていって、はい、信号機ぶつかります、これ下っていくと、はい。で、信号機を渡っちゃって、はい、それを道なりに右の方へずっとずっとずっと、とにかく降りてください。はい、そうすると、また、2個目の、信号機にぶつかりますので、はい、左側がちょうど、セブンイレブン。はい、それを突っ切って、ずっと下の方へ行くと、はい、工業団地の方へ入りますの、神馬山神社っていう。はい、ありますか。神馬山、どういう、紙の。うん、これです。あ、これですね。で、悪縁を、ハサミの。神馬山、ちょっと調べてみます。うん。なので、4時までかな。4時まで。あ、4時まで。4時まで間に合わない。4時までですね。あ、じゃあ間に合わないですね。間に合わないですね。間に合わないです、ね。まあ、しょうがない。いや、またこういうことも、また、こういうことも、あと一つ聞きたいんですけど、なんか歩いてたじゃん。歩いてたか、まあ、張ってたり、歩いてたりしたじゃないですか。人の声が聞こえたのは。あ、さっきお客様が入ってた。入ってました？多分ご夫婦。そうですね。ここまで行って、うん、
戻って出てきたと思います。ああ、そっか、だからだ。いや、なんか、いや、結構奥の本殿あたりかな、うんうん、か、ちょっとその先あたりで、なんか人が喋ってるんですよ、うん。で、どう考えても夫婦ね、の会話してるんで、うん、どっから聞こえてんのかなと思って、あ、やっぱり来られてましたね。あのね、ご主人、どっちしたかな、閉所恐怖症だもんで、こっちまで行かないで、あの、せっかく、あの見えたので ここまで行って戻ってきてもいいですよっていうことで、あ、うん、そういうことですね、うん、よかった。ずっとなんか喋ってるのが聞こえちゃうんで、うんうん、なんか聞こえちゃってんのかな、何か聞こえちゃいけないものが聞こえてるのか大丈夫です、うん、わしゃ、じゃあちょっとまた来ます、うん、ね、またいらしてください、はい、すいません、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、どうも、はい、あ、もう一つ、ここ何の施設なんですか、結局はキャンプ場とかそういう、うん、なんて娯楽施設なん、それともあの神社があって、うん、その周りにこういうを作ったってことなんですか？いや、ですね、もともとはですね、はいはい、ここ、本当は米軍、あ、米軍っていうか自衛隊の、自衛隊、はいはい、基地内なんですけど。パン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 行ってますもんね。そう、この、道路から上は、はい、自衛隊の、あ、向こう側ですか？いや、こっち。この、あ、こっち。この道側から、この上は。こっちは、はい。自衛隊なんですけれども、はい、その時にですね、ちょっと詳しい、私も昔のことなのでわかんない、まあ、お住まいの方もそこに土地があるので、住んでるんですけれども。あ、住んでるんですね。はい。で、やっぱり、戦争の関係で、米軍が一部、ちょっと、はい、なんつって言うの、米軍の方が、はい、今でもいるんですか？米軍は向こうの、向こうにおります。向こうっていうか、滝ヶ原駐屯地のところにいるんですけれども、はいはい、自衛隊の敷地内に、その、ボーイスカウト。はい、ボーイスカウトの、その、施設っていうか、ボーイスカウトに関しての、はい、その、何、キャンプを張るところ、はい、それはやっていいですよっていうことで、それで、キャンプ場がある、ABC ってあるんですけれども、はい、それに関しては、はい、一般のお客さんは入ることができないんですけど、はい、ボーイスカウトガールスカウトに関してはここを貼ることができるんです。あ、うん、それでその他にたまたま見つけた方がこの自衛隊の敷地内の中に、はい、その隊内の、はい、洞窟を見つけたということで、それで神社を構えたということで、ここが富士山へ登るところの、はい、一回その洞窟を中へ入って、はい、一心ってあったと思うんですけど、はい、こういう石碑があったと思うんですけど、そこへ洞窟の中へ入ってから富士山へ登るっていう、はい、そういう習わしですね。そういう一心行っていうのかな、はい、あ、そういう、はい、あります。あ、本当自衛隊来てる。そうなんです、自衛隊なんです。はい、一心行、そういうことなんですね。一の心って書いて、多分っていうか、洞窟の中入る入り口のちょっとのここに石碑みたいなのがありました、ありました。もう一つこっち側の方にあるんですけども。あ、なんか二つあったの、分かりました。一応読めなかったですけど。うんうん、それで、そこで、登る人たち、はい、たちがそこへ、中を入って、はい、体を清めてから登るという、うん、やっぱり富士山っていうのは特別な、うん、まあ、そうですよね、うん、あれなので、うん、なんかちゃんと見えるとなんか手合わせたくなりますもんね。そうですね。うん、皆さんそうやって、昔の人は登ったっていうことですかね。そういうことなんですね。はい、あ、住まわれてんですね。家みたいなありますもんね。そう、こっち側に、ね、あるんですが、そこにお家があるんです。あ、住まわれてる方があれいらっしゃって、やっぱり植物の関係だとかね、あ、本当はここに菜園が酸素っていうか草の方の、ね、高山植物なんかはやってたりしてたんですけど、やっぱりお年になって、あ、でやめて、だんだんやめて、で住んでるだけなんですか。そうですね、酸素もみんな民宿やってたんですけれども、うん、やっぱりやめて、はい、お疲れ様でした、どうも。すごいな。そうなんです、そういう、あれで野鳥取るんですか。野鳥ですね。でもだんだん 木がね、ここ、あ、まあそうですね。ナラ枯れでもう木を切ってしまったので、あ、
もう全国的にならがれでね、ええ、うん、それなもんですから、だいぶ富士山も綺麗に見えるようになりましたね。見えるようになりましたし、うん、野鳥もね、うん、前はもっといたんですがね、やっぱり木はなくなってしまって、そうでしょうね。うん、わかりました。だいぶ、うん、これちょっと、あ、うん、温泉もあるんだ。うん、よし、おっしゃ、はい。すみません、ありがとうございました。はい、気をつけて。はい、ありがとうございます。これも、ちょっとまた来るときのために。そうですね。2枚。はい。じゃあ、いただきます。はい、ありがとうございます。はい、いただきました。ご朱印いただきました。はい、出てきました。さあ、何時だ、今。もう4時だ。帰りましょう。あれ？どっちから来たっけ？まっすぐ？まっすぐだな。こっちだよ。温泉がある。ああ。いや、結構疲れましたね。膝ついたり、頭ぶつけたりして。まあ、でも楽しかった。いやあ。ただね、あれですよね、なんだっけな、カッパ？カッパって今言わないのかな、まだ、カッパですよ。カッパの下持ってきてたんですよね、履けばよかった。よいしょ。自宅まで約130キロです。ちょっとどっか駐車場があったら一回止まって落ち着きたいですね。片付けてないからね、車の中。よし、じゃあ安全運転で向かいます、帰ります。透明入りました。よいしょ、じゃあ一気に帰りましょう。混んでなさそうですね、今のところ。大丈夫だ。とりあえず東京インターで降ります。そっから先は下道通ります。首都高はあまり使わないんで。いやー、楽しい一日でした。でも富士阿蘇大神宮でしたっけ。あそこの、お米の方が、茶屋の方が、お米がのことをよくっていうかね、なんか結構知ってましたね。よくね、なんだっけ、米作りは朝鮮から、教えてもらったみたいなこと言ってますけども、静岡のどこだっけな、なんとか遺跡ってとこあるんですよ。ちょっと調べればわかると思うんですけども、そこで縄文時代の遺跡かなのところから、もうおかぼ栽培、水を使わない栽培のね、遺跡は出てるんですよ。オパントパールって言ったかな。そのなんか米を炊くんだか何か煮るんだかすると、米からそのね、パール状の、ものが出るらしいんですよね。それ日本にはなんか10種類ぐらい出てるらしいんですよ。で、中国が7とか6とかで、朝鮮半島からは3つとか4つだったかな、まあ、数はちょっとはっきりね、正確じゃないですけども、ぐらいしか出てないので、そういう流れからすると、日本から始まった、稲作が、中国に渡って中国で、広がりで、中国から韓国って朝鮮ですね、朝鮮、北朝鮮とか、まあ、韓国に行き渡ったというのが、まあ論理的っていうんですかっていうことらしいんですよね。ただそれを、一般的っていうのは確かに教科書には出てたと思うんですけどね、昔。そういうのをちゃんとね、表沙汰にするとっていうんですか、にすると、まあ、中国とか韓国が、今の韓国ですね、が、怒るというかね、まあなんか、まあ、怒るんでしょう、人間ちっちゃいですからね、ちっちゃい人間が、まあ、うちが日本が教えたんだとかね、そういうことを言う輩が多いということですね。まあ、鉄もね、一部は、日本は火山国ですから、火山が噴火した時に砂鉄のところに、火山のその溶岩が流れてきた時に、その砂鉄が、鉄になって、で日本が先に、
のやつですね。どこだっけ、三内丸安埋石でしたっけ、吉野ヶ里だっけな、なんかどっかから出てる古い、漆を調べると遺伝的には、遺伝子レベルでは全く別のものだと、で全然日本の方が古いという結果が出てるので、まあ漆もね日本から、生まれて中国に渡ったんじゃないかということが、まあそういう学術的には正解だと。ただね、あの、なんていうんですか、なんて近隣植物条項って言いましたっけ、なんか周りの国よりも日本が古いということになると周りの国に悪いからということで、なんかねそういうあまり表沙汰にはしないということらしいですね。まあ控えめといえば控えめでしょうけども、それはダメですよね。まあ一応そんな感じです。渋滞なさそうだ。7時には自宅着きます。あ、7時着かないか、首都高使わないんで7時には着かないですね。ナビだと7時